リンリンハローパラレル、リンリンパラレルのリントです。はい、前置きとしてですね、こちらの動画 Facebook にも今回上げさせていただく予定になりますので、 Facebook でこちらの動画を見てくださった方、YouTube ではこのような形で挨拶をしてね、始めております。なので何卒よろしくお願いいたします。はい、ということで今回何をやっていくかと言いますと、レオパード月光のロペくんの餌問題。はい、ということで、ね、こちらの方やっていこうかと思います。Facebook の方にてはね、あと Twitter の方ではね、ちょっと軽くつぶやいてたんですけれども、やっぱレオパゲルをねしっかり与えて、栄養管理をねしていきたいなというところで、今コオロギ、ミルワーム、あと水アブの乾燥したものかなを与えてはいたんですけれども、やっぱりミルワームが一番食いつきが良く、コオロギはなかなか食いつきがあまり良くなかった。そしてですね、水アブも食いつきが良かったという状態になります。で、観察を続けていくと、ミルワームのような芋虫形状になっている、こうニュルニュルってねなっているものの食いつきがいい状態だったんですよね。ただ、生き餌で、育てていく場合、ダスティングといってサプリメントをねかけて食べさせる形になるんですけれども、やっぱりその辺で栄養の管理が難しいんですよね。そしてコオロギなかなか食べなかったので、ミルワームの方でメインでやっていこうかななんて思ったんですが、ミルワームはですね、脂肪分とリンが多く含まれておりまして、太りやすいというのと、リンが多いので、カルシウムの吸収を阻止してしまう可能性がかなり大きいんですよね。それとクルー病という形で病気になってしまう可能性もあるので、やっぱり栄養管理をしっかりして、育てていきたいなというところでございます。で、今回何をやっていくかというと、このレオパゲル、こちらのですねシリンジを使ってミルワーム状のこう形状をね、ここでこう絞り出して食べさせることで、ミルワームと間違って食べてくれるんじゃないかなという実験でございます。はい、あの水アブも、そしてミルワームも芋虫のニョロニョロという形状なので、そのニョロニョロの形状になっていれば良いんじゃないかなと思ってですね、こちらでちょっと試してみようかなと思います。このレオパゲルで栄養管理をねしていけたらいいなと思っております。じゃあ早速やっていきましょう。はい、ということでやっていきましょう。レオパゲルをねこちらの方に入れていきます。ちょっと待ってくださいね。よいしょ、こんなもんでいいかな。これを入れて押し出しましょう。ギュッギュッと。あなた元気ね。さあどうだ。ほっ、おっ、いい感じになりますね。これでここでピッとちぎってあげて、さあこれで食べるか。今なんかそれどころじゃなさそうだね。ちょっと落ち着いたらあげてみましょう。ん、食べるね。もしかしてもう一回やってみる。あー、ちょっと長すぎた。長すぎたけどどうかな。あ、置いといてみようか。
ちゃ見てるけど。食べる？君食べる？これ。食べるやん。検証結果、検証結果、食べます。これ多分もう一回やっても食べるっしょ。はい、どうぞ。お腹いっぱいじゃなかったら食べるはず。はい、食べました。いやー、よかったー、安心だー、安心したよー、私は。あー、すごいね、思惑通り、思惑通りだよ。多分もう一本ぐらい、最近ちゃんとご飯ね食べてくれてなかったんで、もう一本ぐらい置いといてみましょうか。はい、検証結果ですね、完全に食べてくれましたね。しかもあのバクバク食べますね。いやー、なんとなくなんですけれども、この子ですね、マックスノーでありながらヘテロ粒子がですね、あれなんですよね、ヘテロとしてあのトレンパアルビノが入ってるんですよね。なのでアルビノ個体なので、もしかしたらなんですけども、目が良くないんじゃないかと。で、もともとミルワームのような、芋虫形状のものを食べていて、で、それで、なんて言うんですかね、こういう、ニョロニョロ状のものだったら、食べれるというか、その食べ物として認識してるっていうことなのかもしれないです。ひょっとするとね、それの結果で全然食べようとしてくれなかったのかもしれないですね。今置いといたら食べましたしね。今も来てますしね。食べるかよ。どうだい？食べていいんだよ。すぐ食べてくれるかどうかは不明ですが、舌なめずりをして食べてくれそうですね。はい、なのでまあ、目があんまり良くなくて、食べてくれなかったのかな。というか普通にレオパゲールをね出そうとすると、こういうでかい筒状になるんでね、こういう感じのね。なので食べにくかったのと、餌として認識がねできなかったのかもしれないです。いやー、すごい、このシリンジでね与えてみて、もう枠通り食べてくれるとは思ってなかったので、かなりびっくりしてます。もし全部が全部じゃないですけれども、皆さんにね当てはまるとは思わないんですけれども、このレオパゲル
とかでね、なかなか食べてくれないよという方は、100均とかに売ってるようなこういうシリンジでね、こう芋虫形状にして与えてみると食べてくれるかもしれないです。ちょっとお腹いっぱいになっちゃったのがこれは食べなかったですね。あとこの辺がちょっと汚れてるんで後で拭きましょう。はい、ということで検証結果、うちの子はレオパゲルをミルワーム形状にすると食べるでした。はい、ちょっとこんな形でうちの子のね、あの健康管理進めていきたいと思います。はい、ということでね、今回は以上となります。では以上、リントでした。バイバーイ。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。